皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今回は中学2年生の理科、植物と動物の細胞の作り、これについて説明します。生き物はすべて細胞でできていますよね。人間も同じです。あなたも私も細胞でできています。ではいくつくらいの細胞でできているでしょうか。人間の場合およそ60兆個、ね、60兆個の細胞でできているそうです。そしてその細胞もすべて同じ形をしているわけではありません。いろんな種類があるんですね。人間の場合約270種類の細胞でできていて、その種類によって形が異なっている、ね、そんなふうになっています。ではね、細胞の作りについて説明していきます。細胞の観察、これにはよく玉ねぎの表皮や大カナダモの歯、ね、人の頬の内側の粘膜などを使います。皆さんも学校でこの細胞を観察するとき、綿棒で口の中、ほっぺたの内側をこすって細胞を取って、観察したりすることもありますね。ここに2つの細胞の絵が描いてあります。こちら側は植物の細胞です。こちら側が動物の細胞、こうなっています。そしてこの絵の中にね、線がついていて、こう番号が振ってありますよね。これ細胞の部分の名前なんですけれど、これを覚えていきましょう。まず丸1、この細胞の真ん中にある丸いね、ボールみたいなもの、これを核と言います。中心にあるもの、これ核なんですね。そして2番はこの細胞、これを包んでいる膜のようなもの、この場合はこの壁のようなものの内側で包んでいます。これを細胞膜と言います。ね、細胞膜っていうんですね。この細胞膜、なかなかイメージできないと思うんですけれど、ちょっとね、具体的なものでイメージしてもらうとすると、皆さんシャボン玉ご存知ですよね。知っていますよね。このシャボン玉の泡のようなものをイメージしてください。ただしシャボン玉は指でつくとポンと壊れてしまいますけれど、この細胞膜はね、そう簡単には割れたりしませんね。しっかりしてるんですね。でちょっと順番を変えて丸4に行ってみます。丸4はこの植物の細胞にある外側のこのがっちり囲んでいるものね、枠みたいなもの、これを細胞壁と呼びます。壁という字を使うんですね。そして3番に戻ると、この核と細胞壁以外の部分、ね、核と細胞壁以外の部分、これを細胞質と呼びます。時々勘違いしてこの細胞のゼリー状の部分だけを細胞質
と思っている人がいますけれど、そうではありません。ね、核と細胞壁以外の部分をまとめて細胞質、このように呼ぶんですね。そして、5番ですね。この緑色の部分からこう線が出ていますね。植物細胞の中にある緑色の粒、これは葉緑体です。葉緑体ですね。光合成をするところだったんですね。そして6番、やはり植物細胞の中にあるこの袋のようなものね、これ液胞と言います。この液胞ね、この袋の中には、細胞が活動をしてできたもの、栄養分とかね、そういうもの、色素などが溶けた状態で、入っています。そして古ければ古い細胞ほど、ね、活動をたくさんしてますから、この液胞は大きいんですね。新しい細胞になると小さい、こんな特徴があります。この他にタンパク質を作るリボゾームと、ね、細胞の呼吸をする、細胞呼吸をするミトコンドリア、他にゴルジ体なども入っています。で、細胞を観察するとき、ね、核の部分を染める薬品を使うと思います。皆さんは自分が学校の実験で使った薬品だけを覚えておいてください。ここでは3つ紹介しておきますね。まず核を染めるのに使う薬品1は酢酸オルセイン溶液、ね、酢酸オルセイン溶液、これで核は薄い赤色、ね、赤、ね、ちょっとピンクっぽい色ですね。こういう色に染まります。2番が酢酸カーミン溶液、この薬品を使うと核は、これよりも濃い、ね、赤で染まります。で、3番目は、ね、使う学校少ないかもしれないんですけど覚えておいてください。酢酸ダリア溶液、これでは核の部分が青紫色に染まります。自分まとめまして青紫色に染まります。観察をするので顕微鏡で覗くときプレパラートを使うと思うんですけれど、プレパラートね、もう皆さん作り方分かってると思うんですけれど、もう一度復習しておきますね。プレパラートを作るときはまずスライドガラスの上に観察するもの、この場合は細胞を乗せて染色液、この3つのうちのどれかを使おうと思いますけれど、この染色液をその細胞に一滴垂らし、そして2、3分待ってカバーガラスをかけましたね。カバーガラスを乗せます。そして上から平らに押して余分な液はろ紙で吸い取って、ね、顕微鏡で観察すると、このようにしましたね。そしてじゃあ2つの細胞を、ね、プレパラート使って2つでプレパラート2つ作って比べると実は見やすいのは案外ね、植物の細胞だったりします。なぜかっていうと植物細胞にはこの細胞壁があるので、この部分がくっきりして見やすいんですね。で、境目が分かりやすいと、ね、動物の細胞にはこの細胞壁がない、細胞質で囲まれているので、2つを比べると植物細胞の方が見やすくて、ちょっと動物細胞の方が境目が分かりづらいという、ね、
そんな風になると思います。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。